はいどうもこんにちは。今回はパールクノール合成について解説をしていきます。パールクノール合成は前に動画にしてたんですけども、ちょっと間違いがあったので作り直しました。このパールクノール合成っていうのは主に3つの反応を総称した呼び方で、どれも五印管のヘテル方向管を作ることができるという反応です。この反応は14次カルボニル化合物が出発物になるんですけども、カルボニルなのでここは酸素なんですよね。これをそのまま縮合させればフランになって、陽や窒素と置き換えればこのようにチオフェンやピロールになるよという反応です。 生成物を見たらわかるように、この R2 と R3 の根元の部分っていうのは sp2 炭素にならなきゃいけないので、少なくともここの部分っていうのは1個は水素である必要があります。こっちから見ればここの部分が α、I、だし、こっちから見ればこの部分が α、I、なので、α 水素が1個ずつ必要だよっていうことですね。ちなみにそれぞれの化合物の英単語なんですけども、一番間違いやすいのがフランですね。フランは最後に E がつかないんですよ。で、あとフランのフも FU で U がいるっていうところも間違いやすいです。 あと、ま、チオフェンの方は普通だなっていう感じなんですけども、ピロールですね。これピロールカッコで書いてるんですけども、ここ最後 E をつけてもつけなくてもいいみたいです。E がつかないのがドイツ語でつくのがラテン語みたいなんですけども、それが混在しているみたいですね。ただ、英語のサイトでパラパラと見ている感じでは E がついている方をよく見かけたので E をつけた方がいいのかもしれないです。では反応機構を見ていきましょう。まずは一番基本となるフラン合成から見ていきます。まずカルモニルの片方。これはどっちでもいいんですけども、どっちかがプロトン付加します。 次に今プロトン孵化した方じゃない方のアルファ水素。だからこっち側じゃなくてこっち側ですね。こっち側のアルファ水素が引き抜かれて、ここがエノール化しながらそのままこの酸素というのがカルボニルの根元に攻撃します。この時点で感ができましたね。あとは残ってるこの OH がプロトン孵化して、ここのアルファ水素が外れて、ここが二重結合になって、脱離能が上がっている H2O というのが脱離すればこのように方向感になって、この反応は終了です。 この反応を基本として後のチオフェンとピロールも合成することができます。では次にチオフェン合成ですね。チオフェンはカルボニルの部分というのをチオカルボニルに変えてから感化させる必要があります。チオカルボニルの合成については前回の動画でローソン主薬というものを紹介しましたけども、これに限らず硫化剤を使えば大丈夫です。なので、硫黄を導入して酸素が外れるという書き方にしています。 じゃあ反応機構に行きたいんですけども、このカルボニルからチオカルボニルへの変換の過程っていうのは前回のローソン主薬の動画を見てください。で、あとはさっきのフラン合成と同じですね。硫黄がプロトンを孵化して、ここのプロトンが外れて、ここの硫黄っていうのがここに攻撃して、ここで部分に缶を作って、で、ここの後はチオールになったやつっていうのがプロトンを孵化して、硫化水素として外れて、チオフェンになれば終了です。こいつは最後、毒性のある硫化水素ガスが発生するので注意が必要な反応です。 では最後、ピロール合成を見ていきます。ピロール合成はアミンを加えるんですけども、カルボニルを直接ピロール化にするので、今までの2つとはちょっと反応機構が変わります。まずカルボニルがプロトン化するっていうところは一緒で、そこの部分にアミンが攻撃します。厳密に言えば酸性溶液中にアミンを加えているわけなので、この部分というのはアンモニウムの活ンになっているはずなんですけども、そこまで書く必要はないと思います。で、こんな風に OH とアンモニウムになって、で、この OH の部分っていうのはこのアミンのプロトンを奪って、H2O とアミンになります。 次にアミンのロンペアに押し出されて、ここの H2O が外れて、こういう風になります。これで酸素と窒素が1個置き換わりました。で、この窒素上のプロトンをカルボニル酸素が引き抜いて、こういう風になります。そしたら、ここのアルファ水素はですね。窒素が攻撃してピロール管を作らなきゃいけないわけなので、この窒素側のプロトンっていうのが引き抜かれて、ここの窒素がこのカルボニルの根元に攻撃します。 で、このように管ができて、この OH の部分がプロトンを付加します。で、次にこの窒素のロンペアに押し出されて水が脱離して、最後にここの水素が外れて電子が移動して、このように方向管になれば終了です。この最後の過程っていうのは、窒素のロンペアに押し出されなくても、ここのプロトンが引き抜かれて水が外れるっていう風に省略しても大丈夫だと思います。チオフェン合成と違って、カルモニールを両方窒素に置き換えてから反応させるわけではないよということに注意してください。ということで、まとめるとこういう風になります。 フランやチオフェン、ピロールといった構造は自然界にもたくさん含まれている方向感なので結構重要な反応です。もともとデザインされたジカルボニルを閉感させるという反応なのでこのヘテロ間の方向属急電子値反応なんかで作るよりもデザイン性が高くて使い勝手の良い,い反応なのでこの機会にぜひ覚えていってください。またこれに似た反応でロビンソン・ガブリエル合成というのがあります。もうほとんど同じ反応なんですけどもせっかくなので次の次ぐらいに紹介しようと思っています。 この部分に窒素が入った出発物を使うと、オキサゾール、チアゾール、イミダゾールを作ることができるよという反応です。よかったらこの反応の復習がてら、ロビンソン・ガブリエル合成の方も見ていただけると嬉しいです。 最後に告知です。この新有機科学チャンネルの中で紹介した反応を検索することができるアプリっていうのをこの度リリースすることになりました。非常に便利なアプリになっていますので、興味がある方はこちらの QR コード、もしくは概要欄の URL から飛んでぜひダウンロードしてみてください。App Store の方でも直接新反応機構と調べてもらえれば出てきます。まだ iPhone 版しかないんですけども、Android 版は絶賛開発中なので、Android の方はしばしお待ちください。今回の動画が役に立ったという方はチャンネル登録と高評価をぜひよろしくお願いします。ご指摘リクエスト等ありましたらコメント欄にどしどし書いてください。 アプリを使っていただいた方は、App Store の評価とレビューを書いていただけると励みになります。皆様のお勉強の役に立てれば嬉しいです。それでは、バイバイ。